本日はレガストバにご来場いただきまして誠にありがとうございます。このように三陸駅へ向かいます。三陸駅までは およそ4分でご案内いたします。ただいま通常より速度を上げての運行となっております。まもなく1本目の市中通過いたします。市中通過の際ふわりと浮く空白がしますのでお足元ご注意ください。また進行方向に向かって左手側を見ていただくとクジラのような形の2つの島が見えております。こちらは沖島です。沖島にはおよそ300人の方が住んでおられます。また小学校や郵便局もございます。まもなく2本目の市中通過いたします。目の前に広がります琵琶湖は滋賀県の中央に位置し、県全体の面積の約6分の1を占めています。大きさは兵庫県の淡路島とほぼ同じ。琵琶湖の方が少し大きく670平方キロメートル、琵琶湖の周囲は235キロメートルです。また進行方向向かって右手側、琵琶湖の右手側には琵琶湖大橋がご覧いただけます。まもなく3番目最後の支柱通過いたします。本日お越しいただいた琵琶湖ガレンは年間を通して営業いたしております。理由はスキー場としてたくさんの人でにぎわいます。季節ごとにイベントもございます。皆様のまたのご来場をお待ちいたしております。また三陸駅の隣琵琶湖ストリートでは地元名産品、地酒、お菓子など取り揃えております。この機会にぜひお立ち寄りくださいませ。ご乗車ありがとうございました。まもなくの到着です。お出口下り側の扉となっております。お忘れ物のないようご準備ください。まもなくの到着です。これより両側からホームが降りてまいります。最後に足元大きく揺れることがございます。手りなどにつかまりもうしばらくお待ちください。最後に足元強く揺れることがございます。ご注意ください。